皆さんこんにちは、誘導員のちなみとみくです。川崎競馬第7回開催が本日よりスタートいたしました。一緒にいるのは誘導馬のワットロン君です。今開催の誘導馬はワットロン君と BB トルネードの予定です。川崎競馬誘導馬名物のコスプレはコスモスを予定しております。最近は涼しくなり過ごしやすくなってきましたね。誘導馬たちも過ごしやすくなってきてます。かわいいコスプレ姿を見に夕涼みにいらしてください。第7回開催は本日12日月曜日から16日金曜日となります。明日17時より川崎競馬攻略番組でおなじみスパーキングトークライブベータが放送されます。毎回講師の先生が代わり共に川崎競馬を攻略していきます。一緒に予想を楽しみましょう。他 YouTube 番組の日程はこちらをご覧ください。詳細は川崎競馬公式ホームページをご覧ください。それでは皆様、川崎競馬をお楽しみください。またね。ここだけの誘導馬こぼれ話。お馬さんのヒゲは人間のヒゲと違って触覚毛といって、目とか鼻のように周囲の情報を察知するためにあります。だから抜いたり切ったりしないんですよ。ここです。見えないかな